はい、どうも、ロツアです。はい。えー、と、こんばんはと。はい、ね。今日はまだね、1時過ぎぐらいなんだけど、はい、今日もね、ちょっと、あのー、今も多分まだ降ってるんだと思うけど、一日中雨だったんで、で、まあ多分、まあ分かんないけど、多分今日とか明日とかも雨な感じなんで、なんか、地方によっては、あのー、関西とか関東とか関係なく、そのエリア的にね、 あの北の方だったり寒いエリアとかだったら山の方とかねだったら普通にガッチガチで雨が降ってる雨じゃねえや雪が降ってるらしくてあのゴリゴリ寒いよね起きたらもうなんか布団から出るのが嫌になるぐらい寒いよね普通にねはいえーと今日サムネねこれまあ相変わらずあの漫画の方のちいかわなんだけど割と衝撃回だったねまあ要はこの前もちらっと言ったけど ちいかわの脳が吸われ始めているとで吸われ始めてるっていうことはこのパラレルワールド自体が吸われてるとであのー、でっかい木が言ってたようにこのパラレルワールドが吸われたらこのちいかわたちここのパラレルのちいかわたちが消滅するわけではなくて要はもうその分離されてしまうわけよねその8割もこっち側の人間になってしまうっていうことなんよねよ要するにで ってことはどうなるかっていうとその今まで8割は姿だけは元の姿だったんだけどこれがこうこっちの世界にこう馴染んでくることによってまあこれ今姿が変わってると思うんだけどその獣みたいなビースト8割になってるんだけどこれが言ったらその要はこの姿になるということはそのこっち側の住人になるってことなんよね完全につまりもう元の世界には戻れなくなるってことなんよで姿がこう変わってきちゃってると。で 多分この虫に完全にチーい皮がその脳を吸い取られてその空っぽになってしまったら完全にこう戻れなくなるんだと思うよね。まあ多分この辺はなんとなくこう考察というかもうみんな分かってるかなと思うんだけどただどんどんこう衝撃が重なってくるというかこのハチワレの姿かわいすぎるじゃん。まあ正直特にこの獣だったりとかその獣が好きな界隈にはさまあもともとハチワレってちょっとあのきめらかした姿とかが。 もともとちょっとそういう感じなので、まあね、猫から、ね、派生してその怪獣みたいな感じのイメージがあるのでもともとそうなんだけど特にこうよねだから8割のこの姿が可愛いみたいな感じになっちゃってでしかもね言ったら <laughs>。 そのウサギとかチいカワと一緒でさその元の姿とちょっと似てるけど違和感がある姿のはずないのだけどハチワレの場合もとにかく可愛い方に振ってるしまあそれともう一個言うとチいカワと一緒で顔が変わってないの言ったらあのウサギは顔が変わっちゃってるちょっとねなんだけどこのチいカワとハチワレに関しては顔が変わってないとしかもチいカワはちょっとなんだろう ちょっと違和感というか若干人によっては不気味に見える姿になってしまってるよねお腹がピンクだったりなんか変な尻尾がついてたりちょ,ちょっと違和感あるんだけどこの8割に関してはもう本当に元の姿をさらに可愛くしたみたいな,なんかポケモンが進化したみたいな感じだからその8割が可愛いことでなんかそのすごいそっち側に目が行っちゃってるんだけどこれね、まあ、前にも言ったけどね、あのー、昨,日昨日じゃないか一昨日か一昨日の考察でも言ったと思うんだけど あのチーカワとウサギが助けに来るんじゃないかっていうのは本当に助けに来たんよ、ね、だけど助けに来てくれた分ハチワレ的にはさ言ったらこれあの虫を捕まえてさその潰してしまったらこの世界が消えてしまう可能性があるわけじゃん言ったらそのまだ分かんないわけじゃんどうなるかで実際このチーカワたちはさ虫,虫取り一緒にしようよぐらいの感じで集まってるだけなんよ。 ウサギあのほらちいかわとうさぎめっちゃ楽しそうじゃん「あの捕まえたれ」みたいな感じで「わーい」みたいな感じでさあ <laughs> あの黒いあの黒すごいライトな感じで来てるわけじゃんでも8割的にはさそれぐらいその重いい選択を迫られてる上に時間がないわけよだからこれかなりさあの温度差があるわけよね言ったらだけどさその説明をそのこのちいかわとうさぎにするのも、まあ、説明して分かってもらえるかどうかも怪しいし分かってもらえたところですごいこう。 苦しい選択なわけじゃんお前たちを消すって言ってるようなもんだからね自分の世界に戻るためにあんたらを消すって言ってるようなもんだから言えないじゃんだからこうあの高次元のこう八逆なんだろうなこれはっていう八割いじめてるんだろうなっていう感じなんよね正直でもしかも読者も読者でもうあの八割の可愛さでちょっとなんか麻痺しちゃったりとかあのもうこのままこの世界にいた方がいいんじゃないかとか言い出したりとかしてるんで。 あのー、本当にこう話をひっかき回すのが永野先生はうまいなって思うよねすごいよねもうこんなあのどんどんこう予想を裏切られる展開ってなかなかないからねまああるんだけどね、まあ、こういうあのなんか「ダークファンタジー」とか「まあ、ハンターハンター」とかもそうだけどああいう感じの話ってさ結構こう考察を裏切るから面白いっていうのがあるからんなんだけどここまでこう1話,1話ごとに裏切ってくるってなかなかないよね。 うん、なかなかこう面白いなと思うししかもこう可愛いキャラクターがどんどん生まれてくるとまあこの3人このパラレルトリオに,トリオに関しては多分あのぬいぐるみ出るね多分ぬいぐるみっていうかグッズもたくさん出ると思う今今こそ出ると思うよ多分うんでこのちいかわが持ってるこの槍これ何この槍 <laughs> 殺傷力があの8割のところにあったさトライデントもそうだけど地味に殺傷力あるししかももっと言ったらさあのトライデントじゃないんだよねちいかわが持ってるのって微妙に違うよなんか三つ股じゃなくて二股の槍なんよねだからこれ8割とおそろいじゃないんよねよく考えるとこれもなんかちょっと考察があるよねあの例のさ8割のリボンがないのもそうだけどなんかその8割との連帯感が薄いなと思ってね その辺もなんかどうなんだろうなんかちょっと伏線があるんかなと思ったりしてるんよね。はい。まあ、うーってまた言ってるんだけど <laughs>、うーっていうのが風の代わりなんだろうね。多分チーカーのね。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、あの、アニメの方もね、まあ、まだ半分しか上げてないんで、まあ、そっちもアップしていこうかなと思ってますし、えっ、ー、と、実写の動画とかも今、編集、鋭意編集中なんで、まあ、そんな感じですね。はい。今、まあ、そんな感じで、ロジチアでした。バーイ。